本当に綺麗な人たちがこう出てくる時代になったね。いいね。ね、私前にね、ケンちゃんにね、うちのバンドでキーボード弾いてもらったことがあったのよ。うん。そしてこんなまで行ってなかったわよね。行ってなかった。頭はこんな。あ、本当。あなた一体でも人生何があったのよ。でもこれすごいよ。ブーツからだって一緒に履かなきゃならないんだもん。すごいことになってる。これあれ、ね、知り合ったのが新宿の二丁目界隈で。ほいほい、あ、本当。俺も行ってたよ。ニューサザエとか行った。あ、よく行きましたね。海とね、うん、
ふんどしとかは意外と似合いと、うん、ああすごいよこれ、怪獣のさぬいぐるみみたいだもん。彼があれなんでね、踊ってさ、すごいアセクシーで、ああいうステージングって、うん、あ日本でもこういうステージングをやるとこ出てきたのかなみたいな。ねえ、日本のバンドじゃないよ、はっきり言って、ね、そうだけどさ、カラーとキシカルだけどさ、どっか侍っぽい感じで素敵よね。あるある ね、うん、こういう衣装とかは自分たちで決めてるんですか、うん、え、自分たちでデザインしたりとか、人に頼んだりとか。でもこれ、ソフトバレーじゃなきゃ着こなせないっていうか ね、それはあるよね、うん、4月25日にあのドキュメントっていうのが出まして、もう今出てる最中で、それからツアーのタイトルがダンスオブラブ、違ったっけ、あごめん間違えちゃった、ジャックインナインティですね、ジャックインナインティか、ごめん間違えて書いてあったな、なんかにな、そうか、7月19日渋谷公会堂ということでですね、じゃあ今度新宿2丁目で